今回ですね、5月1日から特別定額給付金が10万円給付金支給始まったということで、こちらの給付金の申し込むサイトの URL がわからないという、ね、方もいると思うので、この動画の概要欄にリンク載せときましたので、そちらからね、チェックしてみてほしいんですけども、 今回は2通りの申請方法があって郵送で申請するっていう方法とオンラインで申請するっていう方法ですね基本的にはオンラインで、ね、申請したいっていう人が多いと思うんですけどもマイナンバーを持ってないとこちらのオンライン申請はできないということなので持ってない方はこちらの郵送で申請するっていうね形になるかと思います一応期限としては2020年の5月1日から3ヶ月以内という、ね、ことになりますので もし、この10万円の給付金受け取りたいという方はね、こちら自分が申請しない限りは受け取れないようなので、もう一度言いますが、こちらのリンク、この動画の概要欄に載せておきますので、そちらからアクセスしてみてください。というわけで今後もこういったあなたの生活に役立つような情報なんかもどんどんね、配信していきたいと思いますので、ぜひ、この動画のチャンネル登録と、この動画の概要欄から LINE の登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご清聴していただき、ありがとうございました。